偽物のお金持ちと本物は何が違うのか。こんにちは。科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は心のお金持ちになる教科書、借金6000万円から復活した僕だから伝えられるについて解説をしていきます。もっと人生を楽しみながらお金持ちになりたい。お金を稼ぐためには嫌いなことを我慢しないといけない。自分の可能性はまだ十分に発揮できていない。そんな風に思う人が多いです。これらの悩みを解決するために避けて通れないのがお金の問題です。なぜ人生ではお金の問題が尽きないのか。お金の問題をクリアすると人間として成長して新しいステージに進むからです。問題をクリアするごとに次の豊かさのステージが用意されています。お金に限らずにいつも悩みが尽きないのは真剣に生きている証拠です。今回はお金の悩みがなくなる方法を7個解説していきます。この動画がためになった、参考になった人はぜひいいねやコメントをお願いします。1個目、お金持ちになれるかどうかは感情が9割。お金ほど僕たちの感情を激しく揺さぶるものはないです。想像してみてください。もし投資やギャンブルで一瞬にして100万円を失ったら、億万長者でもない限り平常心でいられないはずです。逆に突然100万円の収入が手に入ったら、天にも昇る気分になりませんか？このようにお金っていうのは感情と強く結びついています。お金はとても大切なものです。そのためお金とは冷静にそして合理的に関わることが重要です。しかしそんなことは分かっていても CM やインターネットやバーゲンセールで衝動買いをしてしまいます。なんてバカなお金の使い方をしてしまったと後悔することも少なくないはずです。逆にお金がなくて素晴らしいチャンスを逃したり、心からやりたいことを諦めることも多いです。お金のことになるとどんな理性的な人でも感情に振り回されてコントロールを失ってしまいます。お金に関する意思決定は 90% 感情的に行われています。お金と感情が結びつく確率は非常に高いです。しかもお金に対する感情の度合いや感情の種類によってお金持ちになるのに加速することもあれば、お金持ちになるのを妨げる要因になることもあります。お金持ちになれないばかりか、時には大金を失う原因にもなります。お金はあなたの本心を見せてくれます。お金は人の感情や性格を増幅して見せてくれます。だから学びを与えてくれる道具でもあり、気づきも与えてくれます。僕たちの多くはお金を持っていても不安、お金がなくても不安という心理状態にあります。そしてこれくらいでいいと自分で決めた程度のお金を扱う人生を選んでしまっています。しかし本当はこれくらいがいいと思う金額をあなたが自由に決められるとしたら、きっと人生にワクワクすると思います。お金について考えるときに不安や心配や恐れが湧き出てくるのか、それともワクワクや幸せが浮かんでくるのか、どちらなのかを考えてみてください。あなたが躊躇なく使えたり、突然失ってもびくともしないお金の安心ゾーンがいくらなのか考えてください。それが今のあなたの器です。豊かさを受け取れる器を持たないとお金持ちには絶対になれないです。2個目、人生における6つの豊かさを知る。人生においてお金の占める割合は大きいです。しかし必要以上にお金に振り回されないために、お金と人生全体の関係を見ることが大切です。お金持ちはお金を大切にしていますが、お金に振り回されることはないです。理由は人生には6つの豊かさがあって、お金はその1つに過ぎないことを知っているからです。6つの豊かさを知れば、お金と健全に付き合いやすくなります。1つ目、お金の豊かさ。経済的な豊かさや物質的な豊かさのことです。家や車などの所有物がこれにあたります。2つ目、仕事の豊かさ。仕事で得られる豊かさや充実度。キャリア、社会貢献、自己成長がこれにあたります。3つ目、健康の豊かさ。健康や美容、アンチエイジングなど内面だけでなく外見にも反映される健康的な豊かさです。4つ目、心の豊かさ。心や魂の豊かさや自己成長などです。お金持ちになるための土台となるのが心の豊かさになります。5つ目、人間関係の豊かさ。人間関係や家族関係、パートナーシップ、所属するコミュニティでの交流や貢献がこれにあたります。人間関係の豊かさは仕事の豊かさを実現するための土台になります。6つ目、時間の豊かさ。時間的ゆとりややりたいことをやる時間、趣味などに有効に使える時間のことです。健康の豊かさを実現する土台になります。この6つの豊かさの理想を100点とします。あなたの現在の状態は何点なのか考えてみてください。100点に近づくためにどんなことが必要なのか、どこに力を入れたらいいのかを考えてください。お金の豊かさしか見えていない人が多いです。そういう人はやりがいのある仕事を諦めて、お金を優先して賃金が高いからという理由で、好きでもない仕事に取り組みがちです。また睡眠不足や自分をケアする時間もなく、趣味を持つゆとりも全くないです。残業に追われてプライベートがない人、フリーで働き詰めの人もいます。しかしお金があっても人生の楽しみを分かち合う家族や友達がいなければ何のための人生かわからないです。お金があっても健康でなければ自由や豊かさを満喫するどころかお金も時間もあるのに楽しめないことで悔しい思いをしてしまいます。お金を最優先に考えている人は何かを失っていないか一度考えてください。あなたにとって本当に大切なもの、譲れないものは何かを考えてください。お金のことだけを考えるのではなくて、お金を大切なものや譲れないものに生かすことを考えてください。そうすることで本当の豊かさが引き寄せられてきます。3個目、好奇心を持ち続ける。あなたは何かやりたいと思った時に一歩踏み出すことができますか？どんどん挑戦したり、すぐに行動できる人は少ないです。多くの人はやりたいことがあってもすぐに言い訳を考えてしまいます。お金がないからやめよう、時間がないからやめよう、自信がないからやめようなど無数に言い訳が浮かんで行動することを諦める人が多いです。しかしあなたがやりたいと思ったりワクワクすることはあなたの魂の叫びです。心から望んでいることです。それなのにお金がないからやめようと思って動き出せない人が多いです。しかしそれでは魂の叫びよりもお金を優先していることになります。同じように忙しいからやめよう、時間がないから諦めようと言い訳をしていたら魂の叫びよりも時間を優先することになります。あなたの魂がお金の奴隷や時間の奴隷になっています。お父さんがこう言ったからやめよう、友達が反対するからやめようと言っていたら、あなたはあなたの人生の主人公ではなくて、あなたの人生の決定権を他の誰かに預けていることになります。理想の人生を思い描くときに他人を優先するのは正しいことではないです。お金や時間や人の顔色ばかりを優先していると心の声も魂の叫びも聞こえなくなってしまいます。そんな日々が続くと自分がどんなことにワクワクをするのかわからなくなってしまいます。心や魂を犠牲にしてワクワクを感じられなくなるとたとえあなたがお金持ちになっても豊かな人生にはならないです。人はいくら現状に不満があってもそのままでいる方が安心できる生き物です。そのため変化することっていうのは難しいです。お金がないからやめよう、時間がないからやめよう、人が応援してくれないからやめようという諦めの人生が当たり前になっている人は特に難しいです。しかし本当に豊かになりたいと願うなら、やりたいことやワクワクすることに対してお金がないからやめようとすぐに諦めるのではなく、魂の叫びを大切にしてください。お金はやりたいことであれば作り出すこともできます。強い夢から来るワクワクした気持ちで自分の人生を選択できれば勇気と自信が与えられます。最も目標達成につながる人間の特性は好奇心です。最も長く幸福を保つ人間の特性も好奇心です。あなたが今どんな立場にいるとしても好奇心を何よりも大切にしてください。4個目、豊かになるには信用を高める。お金の本質を知るにはお金が消えた社会を見るのが一番わかりやすいです。1970年の5月、アイルランドでは銀行と労働者の労使対決で銀行封鎖が行われました。つまり銀行口座からお金が一切引き出せない状態になりました。そこで仕方なく使われたのが小切手です。手元にある現金を超えて取引をする場合、小切手を書いて取引をしました。これは非常にリスクがありました。銀行がいつ再開して現金化できるかわからない不安だけでなく、不当たりで現金が戻ってこない可能性があったからです。しかしアイルランドの経済は機能し続けました。むしろ経済活動の水準は上がり続けました。その秘密はアイリッシュパブにありました。アイリッシュパブとは敷地内での飲酒が許可された施設です。こうしたパブが銀行の役割を果たして、常連さんへの信用を担保にして小切手を集めて清算しました。翌年の2月半ばに銀行がようやく再開すると、未清算の小切手が一気に持ち込まれました。その総額は日本円で約775億円でした。お互いの信用だけでこれだけの富が生み出されました。お金の形は太古の貝殻から今日の電子マネーに至るまで様々です。しかし時代を問わずに一貫しているお金の本質は信用のやり取りです。お金の本質が信用なら豊かになる方法はあなたの信用を高めることです。どんな時代でも共通して信用される方法があります。それは自分から与えることです。何かを欲しければただ待つのではなくて、まず自分から与えることが正しい方法です。しかし与えると聞くと、人に与えられるものは持っていない。自分はまだそんな余裕がないって思う人がいます。僕たちはそういった不思議な思い込みをしています。お金がない人は何もないと思っている人がいます。その人は銀行の残高をそのまんま自分の命の限界とすら思っていたりします。しかし6つの豊かさをお伝えしたように、お金は僕たちが持っている価値のほんの一つに過ぎないです。あなたにはもっと素晴らしい価値があります。それをまず理解してください。そして恐れることなく、その価値を世界に与えてください。今の自分には与えるほどの価値はない。価値を与えるのが怖いと思う人はたくさんいます。しかしそれは単に見ている場所が違うだけです。見方を変えるだけであなたの中に眠っている宝物がたくさんあります。それに気づけば周りに与えることができます。また自分が良いと思った情報をどんどんシェアすることも与えることの一つです。素晴らしい本があれば周りの人に配ってください。良い言葉や役立つ情報を職場メンバーに知らせてください。良い情報を知らせると、お礼に相手からそれ以上の情報が返ってきます。SNS が発達した現在では、読んだ本の感想や視聴した動画の感想を簡単にシェアできます。そうすると何かしらリアクションが返ってきます。その本の著者や動画のスピーカーから感謝のメッセージが来て、そこから交流が始まることもあります。実際に真面目で社会的にいい子供は将来お金に好かれることが分かっています。子供の頃に嘘をついてはいけない、他人に親切にする、ルールを守る、勉強をする、この4つを言い聞かされて育った子供は1つも言われていない子供よりも年収が86万円高かった研究があります。また1つから3つしか言われていない子供よりも4つ言われている子供は年収が64万円も高かったです。続いて5個目、自信を持つために失敗する。僕たち人間は学んで成長する生き物です。24時間いつでも学習しています。その学習に欠かせないものが失敗することです。僕たちは予測が外れた時に学びます。失敗がないと何も学べないです。そして失敗が生きる力を生みます。最初のうちは失敗が増えれば増えるほど成果が上がっていきます。お金やビジネスの世界でも同じです。2012年に行われた調査によると、総資産が1000億円以上の大富豪120人のうち 94% は最初の起業で失敗しています。億万長者のほとんどが最初からお金持ちだったわけではないです。失敗を経験していない人はほとんどいないです。1代で財を築いた億万長者は平均で 3.2 回も破産か破産状態を経験しています。失敗を経験した分だけ大きな成功に近づくってことです。あなたの仕事での失敗は振り返れば必ずライフワークの種になっています。失敗を糧にするためには自信を持つことです。プラスイメージをマイナスイメージよりも多く描いていたり、現時点でうまくいっていると思える時に自信がつきます。面白いのは実力と自信の程度が必ずしも一致しないことです。実力がないのに自信満々の人もいれば、実力があるのに自信がない人がいます。自信の有無っていうのは過去にどれだけ成功したか失敗したかではないです。たとえ失敗が多くても一度の成功体験を繰り返しイメージしている人は自然と自信を持つようになります。逆にどんなに成功体験がたくさんあっても過去の失敗をずっとくよくよと考えていたら自信をなくします。僕たちは赤ちゃんの時から失敗体験の連続です。うまく歩けるようになるまで何百回と転んで失敗を重ねています。しかし歩けなくていいと諦める赤ちゃんなんていないです。挑戦し続けて今の僕たちがあります。どんな人もうまくいって褒められた体験よりも失敗体験の方が圧倒的に多いです。だから失敗を恐れないでください。一芸に秀でた人は実はその分野で最も早く、そして最も多く失敗を重ねた人です。僕たち人間の可能性は無限ですが、時間は限られています。あなたの未来につながる失敗だけをするには、今すぐに手放すものを決めることです。すぐやろう、まず動こう、やらない後悔よりもやる後悔、どれもよく聞く言葉だと思います。確かに行動しなければ何も始まらないです。しかしその行動はあなたが本心からやりたいと思っていることなのか確認をしてください。多くの人はやりたい情熱からではなくて、やらないことの後ろめたさから行動しています。何かしないとみんなやっているからという一種の焦りです。しかし本心からやりたいと思っていない行動は結局続くことがないです。たとえ成果が出たとしても心から満足できないです。最も恐ろしい失敗っていうのはやりたくないことで成功してしまうことです。やりたくないことをまずは手放してやらないと決めてください。本心からやりたいと思うことややるべきことに全力を注ぐことが失敗を糧にできる方法です。ぜひ試してみてください。6個目、自分に投資をする。日本経済は日々深刻なニュースが絶えないです。そんな中、経済産業省が衝撃的なデータを発表しました。日本の社会人の 46% が職場以外で学習をしていないことです。今の日本は自己投資後進国です。自己投資しない人がほとんどです。そして多くの人は価格で物を判断しています。お金を使うときはひたすら安いものを良しとしています。そのため、かえって修理をしたり買い替えたり、後々お金を失います。一方で高級時計や高級ジュエリーのように最初の価格は高額でも年々価値が上がるものがあります。唯一確実に価値が上がるものがあります。それはあなたの価値です。自分の価値を上げることにお金と時間とエネルギーを使う人こそ自分自身の価値を上げることができます。読書をはじめとした自分の学びに投資をすることは実は最も安くて良い買い物です。今後買い物をするときそのものが生み出す価値を考えると1500円前後の本はとてつもなく価値があります。投資の神様であるウォーレン・バフェットはこう言っています。どのような投資にも勝る投資は自分自身への投資だと言っています。自分に投資をすることは自分の未来の可能性を信じているってことです。自分の価値を上げる自己投資によって未来を信じる人がもっと増えれば、日本の未来っていうのはもっともっと明るくなります。7個目、本当の豊かさを手に入れる秘訣。本当の豊かさとはお金や物をたくさん持っていることではないです。そうではなくて、お金や物を気持ちよく使うことができることが本当の豊かさです。成功者には2つのタイプがあります。1つ目のタイプは、成功や豊かさに感謝をして、ワクワク毎日楽しんでいる人です。2つ目のタイプは、成功しているのに、ブツブツと文句を言いながら生きている人です。どちらが幸せなのかは一目瞭然です。毎日感謝をして、ワクワク楽しみながら成功できたら、これほど幸せなことはないです。そして幸せな成功者は、幸せな気持ちが周りにも広がって、周りの人も幸せにします。その結果、ますます豊かになって、さらに幸せになります。周りに素敵な人や素敵な出来事が次々と引き寄せられていきます。一代で成功した人はお金持ちになる前から手にしているものに感謝をして、それを思いっきりワクワク楽しんで生きていました。その姿勢が豊かさを生んで、豊かさを増幅し続ける秘訣になっていきます。誰でもいつでもどこからでも行うことができる豊かになる秘訣は、今あなたが手にしているものを思いっきり味わって感謝して大切に使うことです。そのためにまずやるべきことは、今すでにどれだけ多くの豊かさに恵まれているのか、あなたが意識を向けて感謝することです。それを続けていくと、お金があるから幸せなのではなくて、幸せで感謝をしているからお金がついてくることに気づきます。お金だけではないです。チャンスも素敵な人脈もかけがえのない親友も仕事も愛も全てが幸せや感謝を味わうことで引き寄せられてきます。多くの人は欲しいものを手に入れただけで成功だと勘違いしています。欲しいものを手に入れるだけでなく、手に入れたものを楽しむことが本当の豊かさを手に入れる秘訣になります。解説は以上です。現代に生きる僕たちは、自分は何のために生きているのか、心の奥で迷いながらも目の前のお金に一喜一憂しています。結局はお金が全てと思い込んでしまっている人もいます。そしてお金を追い求めた結果、本当に自分にとって大切なものを知ることになります。お金という存在は、僕たち人間が人生の意味を知るためのものです。お金の問題にあなたが関わることで、あなたの本当の才能や仲間などかけがえのない豊かさが見つかります。あなたが学び続けることをやめない限り、必ず助けてくれる人が現れてきます。今回紹介したアクションプランは、今どんな状況にいる人にも必ず役立ちます。あなたが迷ったり悩んだ時に問題をクリアする助けになるはずです。ぜひ試してみてください。今回の解説が良かった、ためになった人はいいねやコメントをお願いします。本日もご覧いただきありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。